るよ。え、まだ始まってないのか。はい、ドンピシャです。はい、ベジャッコです。はい、テッドです。お願いします。お願いします。2021年6月8日雑談第355回放送が始まりました。始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三人称チャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。はい、よろしくお願いします。さあ、6月8日でございまして、はい、はい、まあ今日なんかもうめちゃくちゃ暑い、30度超えてたんじゃないかなっていう感じ。来ましたね、夏。夏だったね。うん、夏でした完全に。どうなんでしょう、なんか今まではそんなに部屋いてもさ、うん、うん、いやクソ暑いなって感じしなかったんだけど、うん、今日はもう起きた途端、そうだね、うん、途端の暑さね、暑すぎた、やばかったわ。そうだね、室内がえこれなんだみたいな、うん、な蒸されてるなみたいな感じで起きたわ。マジで蒸してたよね、うん、あ異常に暑かった。そうなんだよね。いや、なかなかだったね。来てしもうたかい。何、梅雨なのこれ。梅雨は多分来週、今週。いや、もう来てもないのか。そうか、まだ来てないんじゃないの。いや、来てないんだと思うんだよね。うん、多分ね、まだなんだと思う。これプラス雨、これプラス雨、うん、最低じゃん。もう最低、もう溺れると思う、多分部屋で湿度で。いや、ほんと 100% いくよ。だって 70% 80% いくよね、湿度。いや、まあ行くとびっちゃびちゃだと思うよ、多分。何やっても。いや、もうやだよ。そうなんだよ、最悪だよ。対策しないと。何ってその対策って。除湿じゃない。ああ、除湿ね。除湿対策ね。うん、あのエアコンのまあ、ドライだったり、うん、除湿、うん、ゾウさん置いたり。ゾウさん、ドライペン、水鳥ゾウさん、効果あるんですか、やっぱ。ああいうのって。いや、俺もう分かんないのよ。とりあえず、うん、水鳥ゾウさん今はドライペットかな、使ってんだけど、うんうんうん、とりあえず水は溜まっていく感じがあんの。はいはい、だから固形物がだんだんこう液体になってるっていう、うんうんうん、その中身がね。でもだからなんだみたいなさ、なんかそう、見た目で見えはするんだけど、これ本当にそうなのみたいな。なるほどね、うん、なんかわかんない、実際にはわかんない。あ、効果があまり現れにくいかな。まあ、吸ってくれてるっていうのは確かだと信じたいよね。信じたいけどね。信じたいよね。なんかぼーっとしてでも水になるんじゃないかとか思っちゃったりもするからさ。まあ確かにさ、そのままの状態でね。そう、ちょっとわからんわ。コメントに除湿機3台稼働してるって書いてあるけど、除湿機、あのそれぞれの部屋でってこと。もうそれぞれの部屋か。一部屋3台だったらもう除湿機かやばいよ。除湿しすぎになっちゃうよ。そうだね、あ、確かに喉にも来るよね、ちょっとね、うん、そうね。でも やんないとあの暑さのままジメジメが本当に溺れるな。きちい、ベッタベタだと思う、多分毎日。いやですわ、もう。そうね、だから何か知らした方がいいよ。うん、対策ね。対策ね、うん、まあまあ大体エアコンぐらいでね、なんとかなりますか。こと足りるんじゃない。一応それで乗り切ってるけどね、毎年ね。うんうんうん、そうでしょ。まあでも鉄塔さんはなんかやっぱり、うん、自然の風じゃないとダメだっつって。そうなんだよね、やっぱ冷房が苦手でさ。 あそうなの、うん、そう、自然の風がいいの。扇風機的なさ、うん、あー、なるほどね、うん、そういうのの方が好きなのよ、基本的に。なるほど。あのよくさ、うん、あの3人でたまにね、一緒にゲームしたりしてる、うん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 、三人称ハウスって呼ばれてる場所あるじゃん、うんうんうん、あそこでさ、俺とドンさんはさ、うん、あーちいなエアコンとか言ってさ、うんうんうん、普通にやったりするじゃん、うんうんうん、で気づくとさ、止まってる時あるじゃん。あります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 。そうそう、うん、あれって思いながら、うん、でもまたちょっとつけるのもまあ
消したってことは消えてるっていうことは、うんうんうん、まあ、誰かが消してるんだよなっていう理由があるから消えてるわけで、うんうんうん、その後にまたあれ消えてるなっつってすぐピッてまた押すわけにもいかないじゃん、うん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 、だからちょっとこうね様子見ながら様子を伺いつつね、そう、わかるわかる、瀬戸さん、うん、クーラーつけていいっつって、うんうんうん、で聞くと瀬戸さんもおーいいよいいよっていうこと、うん、つけるんだけど、うん、それでちょっと経つとさ、うん、あの温度がちょっと上がってたりもするんだよ、ね、ああなるほどなるほどそうだね、つける代わりに温度を上げてるとか、ね、うん、はい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 、はい、確かにたまにこうなんか作業してると、うん、瀬戸さんどっか行ったなと思って後ろトットットットって歩いてって、うん、その、うん、トットットって歩いてた先でピーってああ消えたな今これがさ、いや、うん、なんだか知んねえけどどの部屋の冷房も俺の真上にあんだよ直であったのが俺で、うん、2人はなんかその余波みたいなのを浴びてるわけよ、はいはい、常に、はいはい、常に俺がもう最前線なの、うん、で俺が受け止めてるけどいやこれ寒いよみたいな、なるほどな、なっちゃうんだよこれ、これはしょうがないんだよね、ポジショニング的にね、ポジショニング的にもうしょうがない、まあ、そうなんだよ、そう、自然の風がいいんだって、俺のね、ゲームしてるところはね、左腕がめっちゃ寒くなるよ。ああ。左腕に風がちょうど当たんだよ。いや、だからそういうことよ。そう。その左腕が、でが俺は全身浴びてるわけ、それを。全部。全部に当たってるの。なるほどね。俺、なんもないわ。そうだね。ペイさんのところが一番何も届いてる。一番いいよね、あそこは、うん、多分ね。確かに、ちょっとこれ問題ですね。問題があるんだよ。いやたまに鉄塔さんに直で当たるからそこだけ上にさ向けてるんだよ、羽を、やってるやってる、そう、でもやっぱ気づくと後ろでピーって言うピーって聞こえるよねたまに聞こえるあっていう寒いんだよっつって、うん、あなるほどなっつっていう感じはありますね、確かに、うん、そうだったんですね、普通の自然の風が好みだと、そう、まあ、好みは自然の風、うん、冷房が苦手、あ、なるほど、うん、基本的にはね、うん、そうだったか、さあそんな我々ですけれども、はあ、はい、どうですかこの1週間何か変わったことありました？この1週間は、あ、6月特にないかもしれないな、そうな、なかったかもしれないな、取り立てて個人的にはないかもしれませんね、ない、本当に些細なこととかだったらあったけど、え本当些細なことちょうだいよ、うん、あ、じゃあこれを皮切りに他の人も話すかもしれない、 あるかもしれないから、それいいんだみたいなやつ、近くにまあショッピングモールがあってさ、うんうんうん、でも時々その寄ったりするんだけど、はいはい、ショッピングモール寄ってで外出るときに、うん、入り口の向こう側から外からだから中に向けて、うん、ちっちゃな子供がトトトって一人で走ってきたわけ、はいはいはい、で、うんうん、子供だなと思ってさ、うん、でその子供がなんかマスクしててさ、そのマスクがなんかミッキーのマスクなのかな、なんか鼻と口だけが書いてあるミッキーのマスクしてて、あ、ミッキーのマスクしとるわと思ってたら、うん、その子供が俺を見てさ、うん、にっこり笑って、うん、手を振り出したの、お、あーっつって、だからまあこれは俺に向けてだよなと思ってしょうがないからもう俺も手を振り返したわけ、うん、したらなんかテンションが上がったらしくて、うん、なんかその子供がハイタッチをしようみたいな感じのこう、わかる、その手を後ろにちょっと下げるみたいな、はいはいはい、でこう2人が手振りながらこうすれ違おうとしてるところでハイタッチをしようとしてるんだけど、うん、で俺はだからその子供を向けて視界を下に向けてんだけどね、はいはいはい、うん、そのちょっと奥におそらくその子のお母さんであろう感じの女性の姿があったの、うん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 、上半身は見えなかったんだけど下向いてたから、うんうん、でその時にさちょっと思ったのが、うんうん、あれ俺これってハイタッチしていいのかなっていう、あ、それはその知らない大人とというよりはこのご時世として、ご時世的にね、そうそう、あ、知らない人に、子供からとはいえさ知らない人と触ってるのを見たらお母さんなんか
やーに思うかなと思って、まあ、けどそう一瞬で考えて、うん、俺はハイタッチをせずに、うん、もう、うわ手をパッて下げてそのまんまもう子供も見ずに、うん、通り過ぎたの急にだから急にスンってした大人みたいな感じなんだけど、うん、で振り返ってなんか意味を持たせるの目だなと思っても振り返りもせずにそのまま行ったのね、うん、そうでその後に、うん、あーコロナ早く終わんないかなって思ったなにそれ手話これはもうほんと情勢が全部悪いんだよっていうさあそうやっぱハイタッチいやなんか親の気持ち考えるとちょっとだと、ね、まあね知らん人とだもんなと。いいなその話好きだな。そうだね。いやなんかすげえ想像できてさ。そう。急にすげえもうあとちょっとだったのに。めちゃテンション上がってきてんのにさ、急に。何をだからその子が振り返って俺のこと見てたのかなとかちょっとなんかどうぞ。いや絶対見てるよって。いや見てたと思うよ。どうしたのってなってるとは思う。うん。そういろいろ考えちゃうよねやっぱりね。まあ確かにね、うん、敏感な人は敏感だろうからね。そうなんだ、ね、そうだよ。マジで何言われるか分かんないってことはあると思う。そうそう、うん、この間これは、まあ、あんまりほぼないんだけど、うんうん、マスクを忘れて外出るっていう。でマンションエレベーター降りて外出て一、うん、つ交差点渡ったところで俺マスクしてないってことに気づいて、普段ならこうかけていくんだけど、うん、なんか忘れてたっていうのがあってさ、うん、いやその時の ある？ある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  あるか、うん、俺もあるある。家の外まであれっつって、そうそう、あやべえと思って急になんか、うん、周りの視線が気になってさ、うん、で戻るよりはコンビニに行った方が近いみたいなところで、あはい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 、うん、じゃあコンビニ行くかと思ったんだけどなんか何もせずに歩いてたら変なのかなと思って、で俺カーディガン薄い目のカーディガンを羽織ってたから、うん、それを盗賊団みたいな。そうそう盗賊みたいな。詐欺の時やるやつじゃんよ。うわ。感じでちょっとコンビニまで行って急いでマスク買うみたいな。いや俺これ考えすぎどうなんでもまあなんかやっぱ気にする人は気にするしやっぱ俺も気にしてった方がいいと思うしみたいなので、うん、早くコロナ終わらないかなって。何それコロナ終わんないかなシリーズいいですね。だからやっぱふとした瞬間にさちょっとなんか思うなっていう。なるほどな。そうそう感じの話よ。あ どうですかそんなそんな感じどうですか。2人はちょっと出てこないですね。あそうだね。コロナまあいつだって募集してますね、うん、そうだね。コロナちょっと終わんないかなシリーズね。全然意識してないからちょっと今度から意識するわ。あそう、ね、これいやなんか全然ほんとふとした時にねなんかいろいろ思ってると思う、うん、もうなんかほんとどっか入るのにチュッてやるのとかさ、うんうん、当たり前になっちゃったからね、うん、確かに確かに、うん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 、あれが今後どうなってまだまだ続くんだろうなと思うけどね。確かにね、うん、続くよですよ。なるほど。三人称的には、はい、まあ、まずラジオがね、無事にありましたね、ありました。20に続いて、お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとはまあエーペックスのやったよって見てくれてありがとうっていう感じかな。そうだね、うんうん、面白かったね大会ね。大会面白かったですね。改めて見て本当楽しい、うん、やっぱ競技シーンっていうのはいいんです ね、どのゲームも。そうだね、やっぱ真剣にやってんだなっていうのが、なんか俺からするとサッカーとかさ、うん、試合は俺はサッカーをあんまやってなかったから、うんうん、いまいちよく分かってないけど、うん、Apex だとまあ一応同じことやってるからさ。そうだね、そうね、そう、それでやっぱこんなレベルやっぱ違えんだなみたいな、やっぱすごさも分かるよね。そう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 、分かる分かる、うん、これはいいかな。楽しいですね、ああいう真剣にやってる、うん、もうスポーツ、ほんとスポーツ。いやもうスポーツだよ。うん、メンタルほんと大事だもんな。そうだろうね、うん、すごい出るもん、ほんとに。あ出すぎるぐらい出るからさ。まあこの動画が、雑談放送が上がるのは金曜日で、はい、ちょっと諸事情によりね、あの動画金曜日いっぱい
あ、そうなんですよね。そうで見られなくなっちゃうので、まあまあもしこの雑談聞いてね気になった方は、まあ、すぐに開いてもらえればどうにか間に合うかもしれない。そうですね、そうだね、まあ、ぜひぜひ見ていただけたら。それ以外にもね、大会、まあ、来週も、まあ、朝方なんだっけ、来週 NA とかの米のやつは、うん、まあ、やるみたいですし、まあ、それ以外にもちなみに、うん、今もなんか違う大会やってるっぽい。あ、そうなの。 FFL、うん、っていう大会かな。あ、俺なんかツイッターで見たぞ。なんかアジア最強は誰だみたいな、なんかそういうやつかな。アジア最強は誰だ、うん、だからこの前出てた、うん、人たちも出てるたりする。多分出てると思う。へえ。いや、めっちゃやってんなと思って。なんか本当に、まあ、ユーザー大会とかも含めだけど、うんうん、最近富に増えたね。増えたね。増えた。まあ、そのね、選手のモチベとしては相当いいと思いますね。まあ、そうで続けにね、こう会ってくれるから、うん、プロの方たちとかは特に、うん、そうだね、うん、いいと思いますが、これって今だからさ、オフラインだけど、こういうさ、オフライン、オンライン、あ、じゃあオンラインだけど、うんうん、こういう大規模な人数のバトロワってどうすんのかな。 オフラインでもうやんのかな。やってたのかな。 Apex はやってましたよね。あ、そうなんだ、うん、60人 NA のとか集めてやってたの。やってたんじゃないかな。そうなんだ。あの、すごいね、俺が好きな TSM っていうチームが優勝した時とか、うん、あれオフラインだった気がするな。もう結構前だと思うけど、もうじゃあめっちゃ広い場所でやってんのなのかな。場所はちょっと分かんなくて、なんかその時のさ、その映像とかあるんだけど、うん、あ、会場はちょっとよく見てなくて、試合とか見てて、なんか一人一人カメラついててさ、顔が映ってたりするんだけど、やったらなんかカメラが寄っててさ、顔にだいぶ近いとこになんかカメラがあったりして、ちょっと面白くてさ、もういっぱいいっぱいに選手の顔になっちゃうみたいな。そう、それがちょっと面白くて、なんか結構印象に残ってる。ないわけではないっていう感じだね。うーん、フォートナイトもなんかそういうイベントだったかなんだかで、うん、海外であったよね。うん、全員オフラインで集まって。フォートナイトって何人だっけ。あれ60ぐらい。100、うん、100いなかったっけ。そんなことない。 100? すごっ。なんか結構前に見た気がするな。それこそ PUBG とかでも多分あったと思うけど。面白いだろうね、オフは。ね。いや、うん、面白いだろうし、まあ、選手としても、うん、オフの方が、なんか、回線のこととか気にしないで済むんじゃないかなとは思うんだけどな、どうなんだろうね。うん、で、ほんと、世界でできるからね。そうだね。だからね、集まってしまえば。うん。これはちょっと見れるっていうのはいい、ね、見てみたいよね。ま、コロナがなかければね。そうだね。見ていきたいけど。できるんだろうでしょうか。まあでもこういう状況でもそんなに変わらないパフォーマンスでできるっていうのも、まあ、その e スポーツの強みっちゃ強み、ね、そうだね。オンラインでもまで、まあ、家っていうか、まあ、ゲーミングハウスか、うん、だと思うけど、でもできるっていう大会ですね。そうだね。いや、なんかこの前さ、その、うん、さっき TSM が好きって言ったけど、うん、元その TSM のメンバーがいて、うん、抜けちゃったんだけど、その人は、その人が、うん、まあ今も配信ストリーマーとして結構活動してんだけど、うんうん、その人の配信見てたらさ、その人がさ、そのジャパニーズカレーを作ってて、おお、日本っぽいカレー、そう、カレーライス、そう、もちろん海外で作ってるわけなんだけど、うん、いや、なんか配信でこうやって海外の人がカレー作ってるの見れるって、なんか普通にすごいなって思っちゃって、なんか不思議な気分になっちゃった。まあ、配信ってすごないと思って今感じることなのかどうかちょっと分からんけど、なんか、まあでもまあまあまあ言わんとすることは分かるよ。うん、改めて思っちゃった。すごないと思って、そうね、うん、そのやっぱリアルタイムなわけじゃん。そう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 、向こうが何時か知んねえけどさ、うん、多分ね、夜だったと思う、うん、そうなんだよね、うん、全然知らんところに住んでる人がそうカレー作ってるみたいな、全然で それを家で見てるみたいな、そう、うん、何これと思って、なんか楽しいみたいなね、まあ、確かに不思議空間ではある、ね、そうで、その人の家、まあ、キッチンももちろんなんかでかいしさで、うん、どういうシェアハウスなのか何なのか分かんないけど、なんか結構人数いそうで、うんうん、ああ、はい、これ、まあ、だからストリーマーの家みたいなのがあんのかな、あんのかな、そう、うん、
そういう施設というかストリーマーに用意された場所なのか、それともなんか友達呼んで配信してんのかちょっと分かんないんだけど、なんかいろいろ想像できちゃってさ、なんかこれすごい楽しいなと思って、ぼーっとカレー作ってんの見てたわ。なるほどね。すごいなと。いい時代だなと。配信は何配信しても、まあ、何でもいいってわけじゃないけど、まあ、いろんな、ね、形がある、うん、そうね、からね。料理配信ってやってみたいけど難しそうだなって思うわ。料理配信はすごい難しいとは思うけど、ね、多分俺が料理するのなんて多分危なっかしくて見てらんない可能性もある。包丁さばきとか、あと怪我されたらあれだよね、痛っとかあっちとか。そもそもキッチンにそういう環境を作んなきゃいけないからね。そう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 、うん、なかなか難しいと思うけどな。そうなんだよね。うん、ね、まあ、ちょっと興味はありますがやらないですねきっと。そうだね、うん、やる環境がまずそもそも今のところないですからね。なんの話でしたっけ。他特にはないかな。ないですね。うん、何者も聞いていただいたと。そうです、いう感じですね、うん、まあ、またなんか機会があったらね。そうですね、加藤できたら嬉しいなとは思うけど、いい経験にはなりました、とっても。うん、ありがとうございました。こんな感じか。さて、うん、今週もテーマあります。テーマいただいておりますので、はい、はい、テーマいきましょう。今週のテーマはバー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 さんからいただきました。バー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 、山はいかがでしょうか。山、うん、お三方以前から海や宇宙、空などに興味がおありのようで、座談でも何度かそれらに関するテーマについてお話しされてると思います。うんうん、ね、逆に宇宙そろそろやんなきゃなみたいな感じあるけど。いやー、ありますね。うん、去年やりました。いやー、覚えてないのよ。その宇宙は何度かやってるけど一個も覚えてないの。うんうん、去年やってないんじゃないかな、コロナ真っ只中で。コロナ真っ只中だとやらない？やあ、宇宙の話してないかもしれない。してる場合じゃねえって話で、やってねえんじゃねえか。してる場合じゃねえ。そうか。どこがしてる場合なのか分かんない。うん、そうだね。まあ、ですが海といえば山、山を忘れですと。山について詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただきたいですということで、なるほど、山についてもらってますが、うん、2人はなんか山の思い出とかあるの？山ね。山。山にそんな登った記憶が俺ないんですけど、なんかあの中学校の時に、なんだあれ、研修旅行みたいなそんなんでどっかの山登った記憶があるんだけど、本当に全然なんか大した思い出がないというか。あ、登ったといえば高尾山。登ってますね。あ、東京のね、高尾山ね。いや、ドンさんも登ったでしょ。え、高校で行ったでしょ。え、行きましたっけ。同じ高校なら行ってんじゃないかな。え、高校で行ったでしょ。本当に学部が違う。高尾山学部何年生。だってバスで行ったじゃん。え、バスで。全然記憶の齟齬があるぞ。え、バスで行かなかった。隣に座ってて、俺ちょっと一回デコピンさせてくれやつって。その時か。俺の中指が目に入った行ったのは忘れてるけど、そのデコピンは覚えてる。あ、覚えてる覚えてる。それがじゃあ高尾山行きのだったんだ。強烈だって、目に指入ってるからね。そう、埋め込まれたよそのまま記憶とともに。うん、それいつぐらいの時なの。高2かな。高2か。高2だと思う。あ、そう、 あれそうよ、高尾山に行く途中のバス。そうか。だからあれをみんなで、そのなんていうの、高尾山って山登ってるっていう感覚ではもはやないよね、あれ。まあでも一応山だけど 600m ぐらいあるでしょ。あ、うん、でもなんかこうちゃんとした道をさ、舗装された道を、ね、かなりその登るのに、はいはいはい、まあ、まあ、楽はあれだけど緩やか。いやでもそう、登りやすくはしてくれてるんじゃない。何百人と、うん、列になって行くわけ。はいはい、そうだった、そうだった。のっそ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 行って、あ、終わったねぐらいな感じだったから、はい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 、なんか
登った山とかっていう感じにはちょっと慣れなかったんだけど、なんかこうかなり険しく頑張って登るみたいなとこじゃないかもしれない、まあ確かにな、確かに、だからかな、だからあんまりやっぱ記憶にないのかな、そんなに、なんかコース的にはねちゃんとしたところもあるんでしょ、高尾山って。そうなんだ、なんとか、うん、そう、いや、そう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 、山っぽいコースがあったりするんだよ、登山道っていうか、なんかそう、そういう何個か道があるんだよね、こう抜けて、それで分岐してるんだ。すげえ短いのもあれば、なんか結構長く登っていくコースもあるみたいで、なるほどらしいです。でも本当それぐらい、山といえば、全然思い入れがないっすね。鉄道さんはどっか登ったの？富士山は。いや、俺もさ、その高尾山、これなんかでも話したけど、高尾山に、思い出があってさ、高尾山に中学の時かな、初日の出見に行こうっていう、ね、そんなことしてんの？鉄道さんが。そうだ、12月、その時仲いいと思ってた人と、仲いいと思ってた人と、そう、その人は後に俺のゲームボーイを盗む人なんだけど、いたわ、そいつか、そうそうそう、そいつか、その人と一緒に初日の出見に行こうっていう風にして、で待ち合わせしてたのよ、近くの鈴木書店っていう書店の前で、そこに待ち合わせに行ったんだけど、したらその俺らが中学の時だから高校生ぐらいかな、の2人組ぐらいにカツアゲされて、あ、なんか聞いたことあるかもしれない、そうそう、聞いたことあるでしょ、その話、なるほど、それが高尾さんに初日の出見に行こうねっていう時の話で、いや聞かなきゃよかったわ。でお前全然金持ってないなって言われた、うわー、カツアゲしてきて、ヤンキーにそう言われるってなかなかすいませんみたいな、使っちゃったのみたいなこと言われたんだけど心配されてるで、その俺が、そのもう一人の人は、これ誰にも言わないようにしようねって言われて、ああ、うん、みたいな、でそのまんま初日の出に行ったっていうのがあるんだけど、ね、だから俺高尾さんっていうとそれがセットで思い出しちゃうから、ヤンキーにカツアゲされた、カツアゲされた山なんだよ、だからやばもうすごいな、なんでそんな取られんの、なんか分かんない、なんで俺もあんな時に金を取ってくんだろうって、すごいなんか腹立たしかったわ。でも31日ってことでしょ。そうだね、年末も年末だったんじゃない、多分初日の出見に行くってことは。あ、確かに、よかったね、お年玉もらった。そうなんだよね、1日違ったら、まあ、お年玉を持ってくかってったら持ってかねえと思うけど、あ、まあ確かにね、そう、記憶があります、俺の山の記憶は。悲しいな、悲しい記憶だな。あとはないかな、それこそそのゲームボーイ取られてんの、そのゲームボーイ取られてそう、ね、ヤンキーと同じだよ、素質、本当だよ、ヤンキーだったヤンキーみたいなもんだ、何が言うのやめようだよ、頼むぜ、恥ずかしかったんじゃない、やっぱり、なるほどね、ヤンキーとしてはさ、分かるよ。では他の人の、そういう話も、そういう話はないかな、そういう話あったか、そういう話はないないわ、ないんだ、いくつか読ませていただきましょう。はい、アンドラさん、女性の方、はいはい、三者目さん、こんばんは。こんばんは。今回山というテーマですが、私も主人も田舎育ちで、周りに山がある環境で生活していました。いいですね、いいよね、うん、お天気が悪くて山が雲に覆われているのを見たり、子供会で当たり前のように登山していた子供時代でした。結婚して都会に移り住み、周りには山などなく高層マンションが立ち並んでいます。そんな場所で育った私たちの子供は山に全く馴染みがありません。旅行などで少し遠出したとき、こじんまりとした丘のようなものやこんぼりした森などを見ると、子供たちは富士山だとテンションが上がります。山に馴染みがないと、こんなにも低い山にもテンションが上がるもんなんだなと驚きました。そのうち本物の富士山を見せて感動させてあげたいです。なるほどね。まあ山は確かに馴染みないね、ないね、ないね。まあなんかや山は結構あるっちゃあるんだけど、そうね、神奈川とかって、埼玉も秩父の方が山だけど、うん、やっぱちょっと見える、そんなすぐ見えるってわけでもないし、そうだね、なんかすごいすごいのは別に見えるとテンション上がるよね。まあ冬の空気が澄んでる時にさ、
遠くの方に富士山もそうだし、うん、ちょっとした山とかが見えると結構わあ、あ、山あんだな、山だ、確かに確かに、うん、うん、っていうのある。新幹線とか乗って山のところとか行くとさ、はいはい、すげえ山じゃんって、なんであそこに家一軒だけあんのみたいなさ、あ、なんかテンション上がる、ある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 、ポツンとしてる時あるもんね、そう、ポツンと一軒上がってテンション上がる、うん、いや分かる、高速とかで走ってて目の前になんかすごい山とか富士山とか見えただけでもめちゃめちゃテンション上がるね、そうね、うん、トンネルとか大好きだった子供の頃なあ、あ、ドンさんがさ、うん、こう多分どっかで話したこと一回あるんだけど、うん、川崎で横、はいはいはい、神奈川の、神奈川、そう、あそこのねホームから東京の方に行く途中で、はいはい、あの富士山がちっちゃく見えたの、はいはい、距離的にはかなりの距離なのよ、うん、でドンさん、ほらあれ富士山見えるよっつってさ、うんうん、言ったらさ、あ、なんか思ったより富士山汚いねっつってさすげえちっちゃくちょっと薄れて見えてるだけなのに、うん、なんか汚いねっつって、こいつコンタクト入れてんのになんかめちゃくちゃ富士山言い出してさディスが始まったってこと？いや急に富士山ディス、うん、なんか俺もっちょい富士山で綺麗だと思ってたわみたいなこと言ってたの。いや、なんでか、なんでそう言ったのか全然覚えてないけど、多分その俺がその思ってた富士山じゃなかったんだよね、多分見た時にイメージをしてた富士山とその現実にある富士山にギャップがあったってこと、多分その、え、あれ本当に富士山みたいな、あで、ちょっと本当なんか汚く見えたんだよね富士山がそれは何そのなんか世界遺産になれないからみたいなのもひっくるめて汚いなって思ってたの。全然そんなにそこまで深く考えずでもなんですけどね、おそらく、うん、雪がねない時はあるよね、うんうん、そう、白だから上の白いのがあんまないみたいな、多分そうなの、前にさ話したけどさ、うん、俺ん家の風呂に富士山があったって話したじゃん、あ、はいはいはい、うん、風呂の壁に富士山、うん、銭湯の壁とかにも富士山あるって言ったでしょ、うん、多分それが俺の富士山なのよ、はい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 、であれって結構もう雪がすごい多分積もってる感じなんだよね、で多分その電車から見たやつは全然多分雪が積もってなくて、うん、まあ確かに雪積もってないとなんか、うん、ただの山っていうのはあれだけど、なんか色が茶色いっていうかさ、そう、確かに今土みたいな小汚い山だみたいな、なんかそう、まあ、それにしたって表現がなんかねあれだけど、学生ながらに多分そう言っちゃったんだろうね。いや、そん時さそん時それ言ってて、うん、俺あんなにゴツゴツしてるとは思わなかったわって言われたのでも俺どう考えてもどうだと思ってたのじゃあ、いやツルツルだと思ってたの富士山、俺には見えなかったの、うん、そんなに、ああ、汚いものだとは思わなかったってことだよね、だからペイさんは、いや汚いっていうよりあの川崎から何キロ離れてるか分かんないのよ富士山で、めちゃくちゃ、うん、言ってもそんなはっきり見えてないの。そうだね、なんか霧がかってた感じでもあったしね、うん、なんかシルエットで見えるねぐらいな感じで俺は思って、ドンさんにほら富士山見えんねとか言ったら、思ったより汚いねみたいな見えてるものが違うな、全然な、なのかな、いや本当に俺ゴツ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 、いやそう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 、うん、すごい、なんかアフリカの人みたいなぐらいの視力の良さだよねおかしいね、コンタクトの癖して上肌が見えるみたいな感じ。確かに富士山近づいたら多分ゴツゴツしてると思う。いや、そうなんだ、実際ね、うん。そう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 。何が見えちゃったこれ。めっちゃ見えんなと思ってさ。何が見えてたの。めっちゃ見えてんな。確か。どれ見てんのみたいな話には多分したと思うんだけど。いやいや、あのあれでしょ、あの富士山でしょみたいな感じで。いや見てはいんのよ。ああそうか。
俺とだから見てるのがね、多分まあ一緒だったのか違かったのか分かんない。感じ方って結構違うからね。なるほどね。ドンさんの中ではもう富士山ってのは本当汚いもんだっていう。やっぱじゃあ風呂の壁の富士山がやっぱ本物なのよ。ああ。よく見てた。まあな。よく見てたから、ね。ああいうペンキ色ね、富士山は綺麗だもんね、すごい、ね。うん、すごい。まあ、ちなみにその川崎が分かんない人、富士山まで120キロだそうです。あ、川崎が富士山から見た川崎はどうなんだって話もあるけどな。そうだね、うん、だから120キロの距離で、うん、120か、まあ、でも結構見え120でもさ、うち埼玉の俺の実家からでも富士山時々見えるんだよね。いや全然見えるんだよ結構、まあ、見えないほどでもないけどな、うん、見える見えるっていうぐらいはあるけど、うん、そう川越えるあたりの時に確かね、うん、まあ、ちょうどこう遠くが見える場所があって確か見たんだよね。学校帰りとか今でも覚えてるわ。そうそうそう、まあそうね、ガドンさんの心が汚れていた説もあるか説あるね、うん、かあるな。その風呂場の富士山がやっぱ綺麗すぎた、綺麗すぎてツルツルのね、思ったよりゴツゴツしてるって、まあ、それと現実のくらい、あれ富士山ってあれだろうみたいな、うん、いや全然違くないみたいな。マジであり得るな、絵と絵と相当比べてクソバカ野郎なんだけど、それだとそれだとマジでバカなんだけどマジであり得るな、マジやべえやつだよいい話、いい話ですね。いい話だな。そんなんありました、思い出しました。なるほど、いい話、うん、いい話でした。とても。続きまして、はい、マキちゃん30歳の方。マキちゃん。はい。ドンピシャさん、ペちゃん、ごさん、テトさん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマは山ですが、私が三人称さんに見てほしい山を紹介します。うん。一つは映画アバターのモデルとなった。青い人たちのやつね。それのモデルとなったと言われる中国のこれなんて読むんだろうな、超異例開国火口森林公園、公園、森林公園、うん、にある石英質砂岩の塔です。お、元は南天一中、南の、天津飯の天の一つの柱、うん、と言われてましたが、うんうん、映画アバターの影響でアバターハレルヤさんと改名されました。ほう、それで検索すれば出てくるのかな、のロケ地なら出るけど、あでも多分それだと思う。アバターそのハレルヤ、なんつうのかな、ドラゴンボールの山みたいな感じの、ランマ2分の1でランマが修行してたとこ、そう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 、そんな感じのイメージの、もうほんとザ昔の中国に仙人がいるみたいな、仙人があれだよね、はいはいはい、修行してるとこだよねみたいな感じの、なんか細い山っていうのかな、うんうんうん、なんか棒みたいな山がいっぱいあるみたいな、うんうんうん、で上が緑がかってるみたいな感じのとこかな。すごい、すごいよね、すごい、これ本当にこんなとこあんだっていう、なんか達人が立ってそうだね、この先端に。ああ先端にね立ってるよ、うん、立ってそうだ、うん、俺アバター見たことないんですけど。ああ本当に、どういうなんかね、アバターは青い話よ、青い人の話。青い人は知ってるわ青い人が出てくるのは、そう、あの人種というかね、種族のお話、うんうん、あの種族でなんかの星でなんか科学が、あ科学、へえ、どうだみたいな話だった気がする。俺もあんまり覚えてないんだけど、あ、まあ、結構前だもんなあれな、うん、あんまり覚えてないんだけど、うん、青い話、へえ、すごい、惑星パンドラってところがアバターみたいな。ああそう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 、パンドラ、そのそうパンドラの映像は基本的にここでやってたらしい。へえ、なんかでも浮いてってるみたいな感じの、違ったかな、なんか どんなだったかな、まあちょっとまあ CG で何か使ってるよね多分ね、うん、されてるだろうけど、うん、そうらしい。なるほど、そうそうそう、こんなとこあるんだね。もう一個がモーレア島にあるバリハイ山、バリ山なのか山なのか分かんないけど、バリハイ山、バリハ山、バリハイね、イ、バリハイ、あーバリハイ、モンハン見てなんか、わあ本当だ、すごい、
なんかとんがった一個でっけえのがあるんだな、ね。標高761メートル、見た目もゲームや CG か何かじゃないかと思わせるほど美しい山です。うん、すげえ、ゲームの背景だよ。そうだね、そうだね、こういうのを見たことある気がするわ。うん、なんか多分使ったりしてんじゃないかな。絶対使ってそう。モーレア島ってのはどこにあるの、そもそもそれ。モーレア島、南太平洋。南太平洋、南、あ、映画南太平洋でおなじみのって書いてあるわ。違うな、タヒチ島のすぐ隣。タヒチ、うん、タヒチ、モーレア島。じゃあ、あのオーストラリアとブラジルとかの真ん中ぐらいのいいとこか。あはー、真ん中かな、真ん中、真ん中、もうなんもねえとこ。南太平洋違うかな。タヒチ、タヒチってなんかあの海綺麗なとこじゃないの。タヒチは海綺麗じゃねえかな。タヒチってそうだね、多分大体綺麗。そう、海綺麗、海綺麗なとこでしょ。綺麗なとこだよ。サニシオさんが雑談のテーマをきっかけに山を知り、世界には面白い名前の山や思わず圧巻される山があるんだと思うと、画像を見るだけでもワクワクさせてくれます。あ、そうね、すげえだろうな。海外の山になると思う。面白そうだな、確かにな。なるほどな、海外の山なんてほんと知らねえからな。いや、行くこともまあほぼないだろうし、なかなかだよ ね、山ですら全然知らないのに。そう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 、日本の山ですら登らねえのに海外で山登るかなと思ったら登んないもん。絶対登んないでしょうね、うん、登ることはなさそうだよね。またこういうところってやっぱ行きづらいところにあったりするんでしょ、多分。多分そうだろうね、うん、車で何時間かかけて行ってみたいな、ね、手で行かないといけないんでね。うん続きまして、べっこうあめとポマードさん、女性の方。はい、はい、大丈夫さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。運動が嫌い、大嫌いな私から身近な山情報をお伝えしたくお便りしました。はい、お三方も何度も使ったことがあるであろう山手線にも山があることをご存知でしょうか。 お山手線に山、山手線、うん、山手線に山、山手線の中で一番高いと言われているのが高田の馬場と新大久保の間にある箱根山です。うん、箱根山っていうのは、あんなとこに山があるの、あの辺にあんの。箱根じゃないよね、箱根山って読み方合ってるのかな。箱根山、あ、でも箱根山だと神奈川のあの箱根、あ、新宿、これだ、ウィキペディアがあった、新宿区にある。ほんとだ、新宿区、人造の山って書いてあるよ。え、人造作ったんだ。標高が 44.6m、 10分もあれば登頂可能。うん、今はどうか分かりませんが、以前登った際は登頂証明書、登れましたみたいなね、うんうん、ああいう証明書をもらうことができました。うん、高が 44.6m ですが、登ってみたら案外いい景色に出会えますので、お近くに行かれた際はぜひ登られてみてください。そういうことか。明治通りの横にあるんだ。小山公園内にあるって、知らんかったな。こんな場所にあるんだ。なあ、へえ。ああ、確かにちょっと良さげな雰囲気ですね。登頂証明書なんていいね。もらえんのか。44点いくつか。ああ。知らんかったわ、ここは。てか、あの間を歩くことがないからな。高田の馬場と新大久保の間。ないですね。ないね。高田の馬場は降りてたけどな。そうだね、うん、降りるだけだったからな。だな。続きまして、はいはい、あたりの玉がハッピーセットするんですよ。ほい、うん、今回のテーマは山ということで、かなり有名な観光スポットになりますが、ハワイにあるダイヤモンドヘッドはいかがでしょうか。ダイヤモンドヘッド ね、うん、名前は知ってますね。うん、232m ととても低く、山と言えるような高さではありませんが、うん、約2時間ほどのハイキングコース並みで行ける場所で、設備も整っているため何度かツアーで訪れたことがあります。山から見えるビーチはもちろん、市街地が見える絶景は何度見ても飽きません。へえ。上からの景観もいいですが、ゴルフコースも近くにあるため、ゴルフをしながら見る下からのダイヤモンドヘッドも低いとは言えない迫力を楽しむことができました。セレブのたしなみじゃないね。なるほど。ちなみになぜこんなにも標高が低いのかというと、うんうん、マグマが大爆発して山頂がクレーターのようになったと言われています。あ、うん、全部へこんじゃって下に落ちた、なんだっけ、カルデラじゃなくて何か呼び方あるんだ。あ、そうなんだ。うん、
また昔は軍事要塞としても使われていたので秘密通路みたいな場所もありとても魅力的です、楽しそう、そうなんだ、山に登ってみたいけどちょっと装備が大変そうだなとか体力必要そうと思う方は初心者向けと呼ばれているので、まあ、今は難しいかもしれませんがコロナが落ち着いたらぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。なるほど、なるほどね。このさ写真のダイヤモンドヘッドのさ、うん、写真のさこの真ん中に、うん、なんか真ん中というかちょっと寄ってるけど建物あるじゃん、うん、建物あるね確かにね。これ何、うん、この建物、これは見てはいけないやつなんじゃない。見てはいけないやつ乗りまくってるけど、キジグルアーツだともう真っ黒ベタ塗るよ。これは何だろうな、何があるんですかこの建物。市長の家とかじゃない。シムシティで確かに建てそうだね。建てそうだね確かに。こんなとこあったら建てるでしょ。なんだろうね、気になるこういうの。でもよくこんなとこに建物建て、やっぱ結構平坦なのかな。道がもしかしたらトンネルでなってんのかね。あ、なのかな、どっかから入れたりすんのか、うん、実際登んのはどこ。登んのは登った末にこの建物に行けるの、それともこの、ま、周りの周りに多分その縁取りみたいになってるじゃん。ああああ、うん、ああその辺になんかこうあるんじゃない、ポツポツと。ああ、あんのかな、 見張らせるようなところが、うん、なるほど。あ、基本階段登るらしいっすね。ああ、階段が設置されてるんだ。そう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 、なんかで見た気がするわ、階段登るみたいな。行ってみてーなー。まずハワイに行ってみてーけどー。ハワイそっか行ったことねえのか。ああそうだったわ。そうだ。でもなんかんしょうもねえメンバーと行ったんじゃなかったっけ。なんでしょうもねえメンバーって。なんかしょうもなくねえよ。しょうもねえメンバーで行ったのはオーストラリアね。ああ、バイトのあれで行ったの。バイトのあれで行ったのはもっと違う。あれはシンガポール。ああシンガポール。そう、マジでしょうもねえメンバー。なんだ違うのか、それとは違かったか。それとは違う違う。ハワイでは何取られたの。ハワイでは何も取られてないけど、うん、お土産であのなんかさ、うん、サーフィンボードみたいなキーホルダーを買って帰ったの小学生の頃なんだけど、うんうんうん、でもよくよく考えたら買ってもそれをあげる人があんまいなくて、うん、その余ったっていう。こんなことある。お土産余ることお土産余ったっていうのはある。そのサーフボードみたいなキーホルダーが。お土産余るんだ。そう、うん、だからいくつか俺は多くつけてた。ああ結局はあるけど。あるね、韓国よな。懐かしい、今思い出しても懐かしい。オレンジ色のやつ動くところに何かあるの。ね、何かあるの。続きまして、うん、はい、ハンターに駆られる青いクマさんですよ。はい、大丈夫です。さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今回テーマが山ということで鹿児島のシンボルの桜島を紹介しようと思います。ああ、うん、セックスマシンガンズ、ドカン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 。よく出てきたね。そんな曲、あ、そんな曲出してんだ。あるね、あったよね、なんかね、あったあった。桜島は 2.9 万年前の巨大噴火の3000年ほど後に誕生した日本の火山の中では比較的新しい火山です。おお、新しいんだ。比較的ね、比較的新しい、うん、また桜島は北岳、中岳、南岳、地成火山過去5つの構成でできていて、うん、今でも噴火をしているのは南岳のみになっています。南岳、あ、ね、この一つだけが活火山で、あとは死んでるってこと。あ、へえ。地火山。桜島の噴火で印象的なのは大正大噴火と言われるもの、うんうん、上空1万8000メートルまで達し、火山のそのバーっていうやつが、うんうん、やば、うん、死者が58人、傷ついて傷者は112人、うん、焼失家屋2268棟となっており、この噴火で桜島と大隈半島は陸続きになりました。あらららら、すごい。マジか。すごいね。噴火で海が埋まってつながっちゃったっていうことか。道ができたんだ。すごいね。
1914年の1月12日から1ヶ月もの間に頻繁に爆発が起き、うん、火山灰は九州から東北地方に及ぶ各地で観測されたそうです、うん、ああ、うん、飛ぶね。めっちゃ飛んだっていう話は聞いたけど、やっぱ東北だとすごいね。飛ぶんですね。ね、うん、火山灰、うん、大隅半島って言ったこれね、うん、溶岩を含めた噴出物総量は約、32トン、東京ドーム1600個分に達したそうです。うわー、すごい。東京ドーム1600個分はもう分からないな。分かんないね。分かんない。1600個。どうぐらいなのそれって。結局のところ分かんねえな。うん、結局分からん。そうなんだよ。うん、東京ドームを1000以上になるともう逆に分かんなくなっちゃうんだよ。そうだね。また新たななんか必要だよね。そう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 、その上が欲しい。だから墨田区とかさ、その千代田区とか、うん、あ、そういう感じにしてもらうと、そうだね、何個分だか、うん、東京ドーム10個でももう分からんかもしれない。そうだね、うん、その噴火の記憶を残そうということで、当時のままの状態で残してあるものがあります、うん、それが、うん、これ、なんて読んだ、黒髪埋没鳥居です。埋没、黒髪でいいのかな、黒心なのかな、読み方がちょっと分かんないけど、おう、これが、3メートルあった鳥居がたった1日で笠木部分の1メートルを残して埋没してしまいました、うん、あの上の部分だけしか残んなかったってことだね。 あとは全部火山灰とかで埋まっちゃったと。もう大正大噴火を知っている方はあまりいないかもしれませんが、こういう機会に少しでも触れて山の怖さなど知ってもらえるのはいいことだと思い投稿しました。なるほど、なかなか失礼しました。すごっ、確かにこの鳥居見てみたらさ、もう本当、うん、その鳥居のなんかちょっと大事な部分っぽいとこしか残ってないんでね、あ、うん、人はもう入れないみたいな、こんななっちゃうね、これ俺知らなかった、すごいね。あ、埋没してるね。うーん、そんなことですわ。怖いな、ちょっとな。ねえ、怖いよね。怖いわ、ね。すげえな。続きまして、はい、ポンポンスポポン吉本辞めたよ、サンタさんのこと。辞めたんだ。この人が辞めたの？ポンポンスポポン。アクセルホッパー？スポポン。アクセルホッパー。本当？じゃなくて。ポンポンスポポン。ポンポンポン。赤テンポでしょ、多分そうだね、まあ、うん、どうでもいいや。野沢部さん、テンさん、こんばんは。はい、こんばんは。分かるテーマ山で、僕はすぐに野口五郎さんを思い出しました。うん、ああ、というのも、あの方の芸名が富士山と長野県の、あ、違う、富山県と長野県の境にある野口五郎岳に深く関わっているからです。あ、そうなの。うんうん、こういうと、あー、山の名付け親は好きな芸能人の名前を使っちゃうミーハータイプなのかと思いがちですが、実は逆で、野口五郎さんは山の名前をそのまま芸名にしたという稀有な芸能人です。そうなんだ、初めて知ったわ。そもそも山が野口という長野県大町市の集落にあったこと、うん、山に大岩が転がっている様子の五郎という擬音に、うん、五郎と当て字をしたことで人名のような山の名前が出来上がりました。それを野口五郎さんの会社の人が芸名として拝借したのだとか。ちなみに野口五郎の近五郎竹の近隣には黒部五郎竹もあり、うん、山の名前にするなら高い方がいいと黒部五郎より標高が84メートル高い野口五郎竹を選んだそうです。また峰竜太さんも故郷である長野県下伊那郡の地形を芸名にしているようで、そうなんだ。竜は諏訪湖から流れる天竜川、他、うん、はその水が行き着く太平洋、太平洋まで行っちゃう。そういう名付けね。太平洋なんだね。で、峰は長野、山梨、静岡の三県にまたがって連なる南アルプスこと、赤石山脈がその由来です。なるほど。名付けにはそれぞれ意味があるんだなと思いましたと。なるほどね。なるほどね。つけるとかいいね。俺は初めて知りましたわ。そういう、うん、そうやってつけてたのも。うんうん、意外と山からつけるんだ、そうだね、うん、山の名前っていっぱいあるけどほとんど分かんないね。分からん、ほとんど分かんない、うん、いや俺も
どっか遠出するときとか電車に乗って山があると調べようと頑張って Google Earth とかさ見るんだよ、はいはいはい、見てるよね好きよね、そういうのね。でもなんか結構ね書いてなかったりして分かんなかったりすることが多いわ。ああ山の名前、山の名前が、なるほど、書いてないもんなんだ、うん、もっと丁寧に調べれば出てくるのかもしれない。ああ、うん、続きまして、はい、マミムメモリさん、女性の方、はいはい、大丈夫さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。山に関することでお便りします。はい、はい、登山に行くとき熊よけの鈴などを持ち歩いたりしますが、うんうん、あれはリュックなどにつけてずっと鳴らしているとクマがその音に慣れてしまって意味がなくなってしまう、なくなってしまうので、うん、この辺りは危険かもしれないと思った時にカバンから取り出して鳴らすのが効果的だと。そうなの、そうなの、なんか割と鳴らしっぱなしで進んでない、あれ、そんなイメージはあるね、初めの一歩で棒につけてずっと鳴らしてたけどか、うんうん、そうなんだ。まあでもそっちの方がより効果的っちゅうか、ああ慣れさせない、でもこの辺りは危険かもしれないと思った時に分からんよね、クマ注意の看板あったらとか、ああそういうことなのかな、うん、でもそこでみんな鳴らしたら慣れちゃいそうだけどクマ注意のところでみんなチョリンチョリン、この辺はチャリンチャリン鳴る山なんだなってクマの方が思うよね、クマさんは、ね、そう、そうよね、そうなんだから、なるほど、続きまして、はい、うーん、猫館さんの姿、はい、大丈夫さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今回のテーマは山ということで、私は変わった山の名前について紹介させていただきます。はい、うん、新潟県と山形県の境にある、日本国という山、日本国、日本国、日本国、別名今草山というのですが、ああ別名あるんだ、うん、由来としてはこの山で捕まえた鷹を当時の将軍徳川家光に献上したところ、えらく喜びその山を日本国というものにしたという説があるそうです。日本国にしちゃえよっつって、もうここが日本国だなみたいななったのかな、なるほどね、テンション上がったんだねいいよいいよそこで行っちゃおうぜみたいな感じだもんね、そうなのかな、続きまして、はい、うん、どうしようかな、これアボカジェネラルさん、男性の方、ジェネラル、どうぞペサテトさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今回はテーマ山ということで昔からずっと気になっている山があったためメールさせていただきました。おう、はい、その山とは三輪山です。三輪山でいいの、三輪山、三輪山、三輪、気になってる山なんてあるんだ、あるみたいな、この三輪山は奈良県にある山、うんうんうん、三輪山、この山は山自体が大神神社でいいのかなの、御神体という非常に珍しい山です。おう、そのため大神神社には本殿がなく三輪山を、神体山として直接拝するようになっています。あ、うん、山を直接拝むんだね、あなるほどね、なんか大神神社らしい、うん、大神神社、大神っていうの読むんだ、あへえ、調べたらかっこ大神神社って出た、これで大神って読むんだ、神って書いて神って読む、めっちゃ難しい、ね、なるほどね、これは自然そのものを崇拝する特徴がある、神道に由来するものです。うん、三輪山はに三輪山に関する伝説は古事記や日本書紀にも記されており、その歴史の深さが伺えます。お10年近く前に高校の日本史の資料集で目にした時、そんな山があるのかと衝撃を受け、それ以来気にはなっていたのですが未だに訪れることはできていません。日本の山は山岳信仰と結びついていることも多く、そういう文化をいつかこの身で直接体験できたらなと思います。過去の人々が山に対して抱いていた畏敬の念を感じることができるのか、それとも案外何も感じないのか、それも含めて楽しみです。あなるほど、いい興味の持ち方してますね。そうだね、ちょっとなんか、うん、人に話せる興味の持ち方のやつね。そうだねいい、いいですよ、そうですか。まあでも山、うん、なんか神聖な感じがするわって思うことがあるからな。まあ、ね、そうね、うん、そういうの昔の人はよっぽど感じてたんだろうなとは思う、うん、
確かにな、うん、少なくとも富士山見て汚ねえとは思ってないと思うし、そうだね、いないかい昔の人でも。いやーでもどういたかもな、富士山みたいなのが一人ぐらいは。いやいるだろ、みんながやっぱ富士信仰みたいなのがあったから、みんな富士山すごい、富士山すごいみたいな感じって言って、うん、いやそうかみたいな、こじりながら、ただの山だべやんのっつって思ったよりゴツゴツしてんじゃねえか、それよりもおまんま食いてえわみたいなこと言ってたやついるだろうな、いる、絶対いると思う、これはその多分子孫だろうな、そこから始まるな、多分、まあ親が、親もだからそうだな、だからそうだね、父さんの両親も、そう、俺の親もそうなっちまうのか、どうだ、続きまして、うん、はい、アンダースタンドボーイかっこわかりましたくん、ん何この名前、どういうこと、アンダースタンドボーイかっこわかりましたくんちょっと名前の意味が分かんない、分かんないですね、分かりましたくんって言われても分かんないんだけど、分かりました、アンダースタンドアンダースタンドボーイから直訳ね、三上さん、はい、こんにちは、山に関することとして僕からはオドデ様をご紹介します。オドデ様、オドデ様、魚肌みたいなね、おどで様は僕の地方に伝わる山の神様です。うん、僕は昔からばあさんより、おどで様は上半身がわしで、下半身には人間の男の足が生えた化け物だ、山に迷い込んだ人を食べてしまうから夕方になったら山に入っちゃだんねと教えられてきました。へえ、おばあさんから教わったんだね。でもずーっと伝わってんのかな、うん、そういうのがね。そうだね、うん、代々伝えられてる、私の脳裏、幼い私の脳裏に浮かんでいたのはキングギドラのような化け物で、うん、4時を過ぎると山遊びをやめて家に帰るようにしていました。あ、じゃあちゃんと有効に聞いてたんだね。うん、しかし地元には観光地のようなものができ始め、うん、おどで様の像なるものが展示され始めました、うんうん、あ、その姿は上半身は可愛いフクロウちゃん、下半身には申し訳程度に子供の暗夜が生えており、うん、予言をするだとかの設定になっていました。いろいろあるのだと思いますが、私はばあさんが言ってたおどで様の方が怖くてかっこいいので好きですああ、なるほどね、ほど、イメージでしかなかったおどで様が、うん、実際に、まあ、多分観光スポットとしてこう可愛く、うん、ちょっと可愛くしちゃったんだね、作られちゃったことによって、おばあさんのその入っちゃなんねえとかいう怖い話みたいなのがなくなっちゃったんだね、うん、だからあんなん出てきたら可愛くて仕方ないよ、どうでしょう、だからこれから先はもうおどで様ではみんな帰ることはなくなっちゃったわけだな。うん、そうだよ、あ、そう考えるとなんかどうなのかなっていう感じもあるね。うん、わかりましたか、おどで様、ちょっとね、おどで様、いや見てきて、ちょっと調べてみたら確かにめっちゃ可愛い袋が出てきたよ、おどで、おどで様、音で、あ、かわいい、そう、めっちゃかわいい袋が出てきてさ、これは帰らないかもしれない、そうね、そうだね、うん、いや写真撮りてえわ、ね、一緒にキーホルダーになりそうだもん、本当だよな、結構至る所にいるのかな、うん、なんかちょこちょこ場所が違う音で様がいるから、やっぱもうこういうもんだみたいな、にしていきましょうみたいな感じになっちゃったのかね、この地方では。なっちゃってんじゃないかな。なるほど、なるほど。こうやってだから、一般化していくというか、おどで。おどで様も変わっていくかもしれないね。ふっくらしてる感じがいいな。ね、かわいい、かわいらしいよね。うん、これはこれで。では、続きまして。はい。はい。ちょっとどうしようかな、不思議な話、井出光さん、女性の方、はい、井出光、今回のテーマ山について私の不思議体験をお話ししたくメールしました。不思議体験、はい、うん、昔友人と観光名所になっている山に登った時の話です。うん、うん、この山は石段の一本道になっていて1時間ほどで頂上にたどり着けるという山でした。うんうん、その日は平日で全く人変わらず、かなり先を歩く2人の女性がちらっと見えるだけでした。うん、すれ違う人もいないまま頂上に着くと大きな神社がありました。はい、
その頃にはすでにあたりも薄暗く誰もいない境内が少し怖くて、拝むふりをしてすぐ同じ道を下りました。怖いじゃん、なんか、うん、下り始めて少しすると先ほどの女性2人がまたちらっと前方に見えました。そのうちいよいよ暗くなり始めたので、だんだん足早になり、最後は友人とふざけて競争しながらなんとか無事に下まで降りることができました。そしてそこでおやと違和感に気がつきました。何？頂上で誰にも会わなかったのに、下りでなぜ女の人たちが前を歩いていたんだろう。そして私たちは走っていたのになぜ追いつけなかったんだろうということです。ほう。実はこの山は修験道の山で、現世、前世、来世の三世を浄土を三世の浄土を表した3つの山があり、それらを回ることで生まれ変わりの意味を持つと言われていて、その中の現世の山でした。ほう。現世ということは、もしかしたら前を歩く2人の女性は私たち自身だったのかな、わ、山の神様のいたずらなのかなと友人と無理やり笑い話にして帰りましたが、思い返すとこれはただの怖い話です。いや怖いね。そう、なるほどね、なるほど、奇妙だ、なるほど、奇妙ですね。そうなんだろう。始まった、うん、出てきた、出てくるよ、タモさん。続きまして、はい、奇妙な話が続きます。マジ？みんなそんな体験してんだな。山ってのはね、いろんなことが起こるから、不思議なことが起こるのが山なんだね。犬派さん、女性の方。はい。ドンさん、ペサテトさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回のテーマは山ということで、私が小学生の頃のお話を送らせていただきます。うん、はい。今から10年ほど前、うん、小学生だった私は毎日帰り道が同じ方向の友人2人と寄り道しながら帰っていました。お、本来ならば15分も歩けば着くほどの距離でしたが、1時間はかけてゆっくり帰っていたと思います。ど田舎のためゲームセンターやお店があるわけではなく、路地裏や雑木林を泥だらけになりながら歩いていました。ある日の寄り道コースが竹が茂った小さな山道に決まり、私たちは道ではなく竹やぶの中の竹を、かき分けながら歩いていました。はい。するとここで私たちはあるものを見つけました。何さ、見つける。それはなんとかっぱ寿司の黄色いわさび抜きのお皿でした。一枚だけ落ちていたそのお皿を拾った私たちは、なんでこんなところにかっぱ寿司のお皿がとびっくりし、学校に引き返し校長室に行き、校長先生、かっぱ寿司のお皿が落ちてましたと報告しに行きました。まあでも不思議だったんだろうな。何この話。いや不思議だ、いや不思議だよね。本当に。でも実際先生もびっくりしていましたが、そのお皿をしばらく校長室のホワイトボードに立てかけて飾ってくれていました。優しい。何この話。その後あのお皿がどうなったのか、そもそもなんであそこに落ちていたのか分かりませんが、今でも鮮明に覚えています。一緒に寄り道していた2人はヤンキーとギャルになってしまいましたが、この人はなんなかったんだな。なんなかったんだ。2人とも覚えていてくれると嬉しいなと思います。おもろ、おもろ。何この話。トータル意味が何この話。トータル、ね、だよ。人の違いがすごいな。ね、素敵な話。いやでも不思議よ。かっぱ寿司のサビ抜きの皿ね。持って帰っちゃいけないからね、ああいう皿はね。だからそうだよ、ごまかしたやつなんじゃないの？かな、ちょろまかしてそこでなんかフリスビーみたいに投げてするか。それともなんかその山、カッパ、カッパかな、カッパなのかな、だから。カッパの仕業？カッパの仕業かな。カッパの仕業で持ってったかね、皿。そうかもしんないね。カッパ寿司の黄色いわさびきのわさび抜きのお皿はカッパのお皿を使ってるのかもしれないからね。あ、なるほど。うん、頭、ああ、なるほど。それでだからその呪いを。あ、怖いね。ではラストで、あ、ラストじゃないね、もういくつかちょっともうちょっと紹介してもらおうかな。はいはい、ちょっと発症で
山が麻雀ちょっと怖いよっていう、本当にちゃんと怖いよっていう話をちょっとしておこうかな。はい、はい。ねのねの三段さんの方、大将みさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回の雑談のテーマは山ですが、世界で危険な山との中の、で日本にその危険、世界でも危険な山があるのご存知でしょうか。日本、うん、それは危険っていうのは どういうあれなんだろうね。危険っていうのはね、この後に説明して。ああ、なるほどね、うん、それが群馬県にある谷川岳でいいのかな、読み方、谷川岳、うん、という山になります。谷川岳は2000メートル足らずの山なんですが、うん、死者数が805名えと世界記録を持っています。でもその山に登ろうとして亡くなった方がそんだけいるっていうことなのかな。マジ、ああ、これはエベレストを含む8000メートルを超える山、14この死者の合計を足したものより多いです。標高が低いのにこれだけの多くの死者数を出している理由は、うん、基本的に豪雪地帯にあり天候が変わりやすいこと、急な岩場と複雑な地形がとても厳しいことにもかかわらず、うん、首都圏からのアクセスが良好で、うん、初心者の方が押し寄せるようになってしまったから。ああ、なるほど。なるほど。初心者の方、あ、だから初心者、基本的には登りやすかったりするのかな、初心者が来るってことは。かな、どうなのかな、ちょっと調べてみると、うん、まあ、絶景、とにかく景色がまあいいと、日本百名山の一つに含まれているから景色はとってもいいだって。なるほど。で、登りやすいルートがある。ああ、でもなるほど、うん、でも登りやすいルートだけではないから、あ、初心者の人は分かんないんだな、分かんないとってことか、危険なところもあるから、それでちょっと間違えて足を滑らせてしまうみたいなことがひょっとしたらあるのかもしれない。それは危ないですね。怖いね。だからそれは怖いわ。ちゃんとやっぱ調べてどういうところなんだっていうのを理解していかないといけないよっていうことになるんだろうね、多分ね。でもやっぱ登りやすい山っていう風に 見えちゃうというか、まあ聞く話では、まあね、その聞こえちゃうところもあると思うな、うんうん、あるんだろうね、多分ね。で、景色も良かったよみたいな話で結構軽く考えちゃうみたいなこともひょっとしたらあるのかもしれない。なるほど。うん、気をつけないといけないね、山はね。どんな山でも気をつけないといけないと。いや、そうね。うん。ではラスト。はい。ニワトリとトリとワニ30世の方。これも山に対するなんか教訓じゃないけど、はい、山っていうのはやっぱりちゃんとしないよみたいな、うん、さっきとってもちょっと似たような感じだけど。うん。お三方、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回のテーマ、山といえば強烈に思い出すお話があります。今から7年前、うん、2014年に大阪と東京で行われた、うん、さあ人生を変える旅に出ようというテーマのイベント、ほうほう、旅っぽ2014 in 大阪に参加した時のことです。旅っぽ、旅っぽ、旅っぽかな、旅っぽ、旅っぽ、そこで話されたことを強烈に記憶していることがあるのでお伝えさせていただきます。うんうん、はい、まず一つ目、登山といえばエベレストですが、うん、エベレストは標高 8849m の世界最高峰になっています。うん、5月の平均気温は標高 8000m 付近でマイナス25度、マイナス25度、酸素が地上の約3分の1、半分の1、酸素が3分の1ってどういう状況なんだろう。もうないじゃん、ほとんど。3分の1だともうあんま吸えないのか、3倍吸わないと普通じゃないってこと、え、考え方、いや、そうなっちゃう、そうなっちゃうか、なっちゃう、暴風が吹き荒れる極寒の雪山です。うん、そんなエベレストで遭難し、残念ながら絶命されてしまったそのご遺体はその後どうなるかご存知でしょうか。うんうん、その答えは一生そこにそのまま残るです。はあ、このご遺体をおぶって下山してくれる方はいません。自分の命が危険になってしまうから。そして暴風によりヘリコプターも飛べません。行き着いた大地では腐敗もせず微生物による分解も起こらないと。ただただ亡くなった時の体制のままいつまでもそこに残り続けることになります。まあそうだよな。まあそうよね。うん。
2つ目、エベレストの標高7900m 付近には、うん、遭難しないための目印があります、うんうん、その目印は登山ガイドの間では、こういう風に呼ばれているそうです、うん、ザ・デッド・ボディ。え？え？言葉通りご遺体が目印となっています。すごっ。登山者はみんなド派手な蛍光色の防寒着を着ているので、うん、ああでも目立つと。目立つんだ。なるほど。なるほどね。そこからさらに上の方にはデスゾーンとして知られるエリアがあります、うん、そのエリアには回収不可能な200体を超えるご遺体があちらこちらに放置されており、それを彩りから別名虹の谷とも呼ばれている、なんでそんな皮肉な名前つけんの、ね、なるほどね、うん、ああその異様な光景はエベレストではありふれた光景です。そうなんだ。すごい、すごいな。3つ目、もし登山の中、登山中に凍死をしてしまうとなったら、その死に際はとても寒そうだと思いませんか。いやそうでしょうね、うん、実はその逆で無性に暑く感じるのだそうです。え、暑くて服を脱いでしまうそうです。恐ろしいですね。え、あ、俺これなんかで見たことあるな。どういうこと。映画かなんかだと思うけど、だからもし仲間が服を脱ぎ出したらかなりやばい状態です。ああ暑いですね。これなんかで確かに聞いたことあるわ。4つ目、登山家はエベレストやマッキンリー、キリマンジャロといったとにかく高い山を命がけで登りたがります、うん、そんな命がけの登山で最も危険な時は登る時ではなく下り降りる時だそうです。あ、これはなんか聞いたことあるね。あ、それ聞いたことあるね、うん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 、それはなんかあるね。頂にたどり着きたいがために一生懸命登り、登頂を果たした後の少しの気の抜けた状態での下山、いわば、うん、ハイパー賢者モードでの下山、それがいかに危険か、うん、分かりますね。恐ろしいです。なるほど、うん、いかがでしたでしょうか。全く興味がないのに7年経っても記憶に残っています。すごいわ、うん、できることならこのお話しされたトークを聞いてほしいのですが、うん、このお話をしてくださった方はこのイベントから4年後、うん、に、まあ、お亡くなりになられていると。あら、からエベレスト登頂単独無酸素というので登頂されて、まあ、ブログとかで配信されたんだけども、うん、下山と 7400m に到達したところで体調が悪化、下山中にお亡くなり。マジで。あら、まあ、栗木信和さんというね、すごい、そういう方がいらっしゃったんだね。あら、35歳でお亡くなりになったと。わ、同い年ね、ご冥福をお祈りいたします。その方がだからこう話してくださったのがこの4つの山の危険なところみたいな。すごい話だね。ねえ、すごい。なんか山登るの大変だっつうのはまあ知ってるけどさ、うんうん、いざ実際になんかこういう、まあ、生々しいみたいな、そうね、話聞くとわー思っちゃうね。本当の山の怖さというか、なんというか、うん、でもそれでも登りたい人ってたくさんいるわけじゃないですか。ね、しかも、ね、結構お金かかるんでしょ登るのに。確か、あ、そうなの、時間もかかるし、なんかお金もかかるんじゃなかったっけな、なんか、そのなんかそのただで簡単にじゃあ行きますかみたいなので、うん、行けるわけではないんだよね、エベレストとかって、うん、そう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 、順番待ちだかなんだか知んねえけど、あ、そういう、すごく向こうに着いてからもなんかいろいろやんなきゃいけないし、うん、うん、高い山で鳴らさなきゃいけないので、すごい時間、それもまた時間がかかるみたいだし、なんかすごい大変みたい、登ろうとするのも大変みたい、うん、そうなんだ、うんうん、あ、スポンサーが必須なんだ。入山料が数千万円。あ、そりゃすげえ。そりゃすごい、そんなにかかるんだ。それぐらい大変なことなんだね、登るだけでもね。上回るんでしょ、登りたさが、うんうんうん、やっぱ魅力があるんだよ。すごい、ね、すごいことだよね。そうね、山、それでもやっぱ山登るって、うん、すごいよね。死ぬかもしれないっていう、うんうん、でもやっぱりその登ってる時、あるいは登り終えた時のなんかっていうのが、うん、あ、まあ、多分きっとなんかあるんだろうね。それを知ってるからなんだろうな、うん、だね。なんかすごい、すごい世界ですね。すごい世界ですね、うん、なるほど。というわけで山についていろいろ送っていただきありがとうございました。ありがとうございました。いや、いいお話でしたね、うん、ね、喧嘩が広がりました。
では普通のお便りもいくつか、読ませていただきます。はい、はい、まずはアポロさん、男性の方。はいはい、ワンさん、ペイさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは、はい、こんばんは。高校1年生です。はい、私は選択授業で書道を取っているのですが、うん、今度の授業で半紙ぐらいの大きさの木の板に書くことになりました。ほう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 、木の板、うんうん、木の板ね。そこで何を書くか考えてこいと言われました。うん、私にはあまりいい案が思いつかず、ぜひお三方にアイデアをいただきたくメールしました。うんうん、1文字から4文字の漢字で、できれば他の人と被らないようなかっこいい言葉がいいです。うん、これで学校で出された例で、例えば夢とか、うんうん、きら星とか、うん、花鳥風月、努力、花火かっこいい、あ、かっこいいとは限らないから何でもいいのか、うんうん、花火とか、うん、ひらがながあって竜の如くとかでもいいみたいな、そういうのが学校で出てたらしいけど、うんうんうん、なんか他人と被らないようなかっこいい言葉を書きたいなんてさ。ああ、そうなんだ。どういうのを書いたらかっこいいのかな。疾風で風じゃない。疾風、疾風、あ、疾風ね。うん、ハヤテと読むやつね。そう、あ、風って書いたし、ちっちゃくひらがなくて。これはね、うん、欺瞞って書いてほしい。欺瞞、欺瞞、あの、嘘とか欺く。ああ、うわ、そっちかー。ごまかすみたいな、かっこいい、それ書いてあったら難しい字だな。欺瞞、あと何だろう、何書いたかな。でも実際自分が高校1年生とかだったら、でもちょっと行き過ぎない方がいいんだよね。まあ、そうでしょうね。なんか、そうね。でもなんか笑いに走る人とかもいそうじゃね。まあ、いると思うよ、うん、なんかね。俺そういうのいけないタイプだったな。俺が結構無難に、うん、無難に終わらすタイプだったな。うん、なんかちょっと多分ね、そこでも爪痕を残そうとする。残そうとする。そう、なんか分かる人には分けりゃいいけどねみたいな感じで、なんか書こうとしたと思うな。なんかかっこいい言葉調べて、自分で。ああ、四字熟語とか調べて。あっせいとかは？あっせい？あっせい。達成？うん。ああ。無難だけど、なんか書かなくない？書かないかな。え、何文字でもいいんだっけ？4文字、一応4文字も。4文字か。あ、4文字か。4文字。この名前とか。なんだ、何がいいんだろう、4文字。4文字ね。まあ、4文字熟語とかが基本的には思い浮かぶけどな。まあね。いや、なんかもう覚えたてのやつ書いちゃいそうだな。いや、覚えたてのやつ書いちゃうね。しかもちょっとかっこいい感じの書いちゃうよね。なんかあれだろ、4文字熟語かっこいいとかで調べたら多分いっぱい出てくるぞ。いや、絶対出てくる。ヤンキー系のとか結構出てくるね。百花繚乱とか、うん、はいはいはい、はい、さっきの動作のもと疾風陣雷、疾風陣雷ね、うん、明鏡止水、魑魅魍魎、うわ、魑魅魍魎いいね。魑魅魍魎めっちゃむずいよ、全部鬼変だけどね、うん、書けるかだもんね。ちょっと書きやすいのがいいよね。でもね、なんかそんなにこう画数がないみたいな。まあそうね、うん、おしゃれなのもあるらしいよ。おしゃれなのもあんの？え、何おしゃれなのって。おしゃれな4文字熟語、うん、何それ。かわいい編、風光明媚。あー、かわいいかな。風光明媚、明媚、ラッカ流水、ラッカ流水、あんま知らんな。知らないのめっちゃあるんだよな。知らないのめっちゃあるよね、うんうん、でも絶対そういう風に調べて、うん、なんかちょっと、あ、これ意味もかっこいいじゃんっつって。そうだね、それ書いちゃうと思うわ。そうだよ、そう、大体そうすると思うけど、それでいい。だから自分で調べてかっこいいと思ったのを書くのが一番あとあと恥ずかしくなると思う。そうだね。絶対恥ずかしくなるよね、そういうのって。恥ずかしいし、しかもしばらく貼られてるからね、どっかに。うん、そうなんだよ、あれ。貼られてんだよな。そうなんだよ。だから、
無難なのがまあ一番いいような気はするけどな。本当になんか どうしたい、どうしたいんだろう、どう見られたいのかなによるのかな。うん、夢、夢もさ、めちゃくちゃ多かったじゃん。夢は多そう。夢はさ、ね、うん、夢さ、うん、むずいんだよな、バランスが。むずい。あの下の夕みたいな字ね、うんうん、あれとかむずいよね。夢って結構書いたよね。書く。書かされると思う夢。全然うまく書けた記憶がないわ。そう、うん、バランスなんかちょっと変になっちゃうんだよね。難しいんだよな。一文字はでもかっこいい気がするな、なんか。かっこいい。潔さがあるという。まあ確かにね。拳。ああ。剣ね。うん。拳ね。で拳。いいじゃん。拳。俺帽子持ってたし。拳の帽子。拳の帽子。でもあったかも。原宿で売ってたかもしんない。拳の帽子持ってたから。一文字漢字のさ帽子一時期結構売ってたよね。いや売ってたと思う。あの時期多分流行ってたと思う。売ってたわ。うん、あったと思う。バクとかね。売ってた売ってた。バク。バク。爆発のバク、ね。あの佐之助の背中の悪のちょっと変な感じのやつ。あれね。ちょっとなんか変な感じの悪のやつ。るろうに剣心のね。そう。るろうに剣心ね。るろうに剣心の佐之助の変な感じの悪のやつがいいんじゃない。超書きづらそうだけど。いろいろある。一文字なんてもうほぼ無限だよ。一文字はほぼ無限だね。そうだね。うん。うん、一文字ね。一文字いいね。一文字だったらなんかいろんな意味にも取ってくれそうだしさ。うん。なんか、いいかも。それこそ漢字で一って書いてあってもかっこいいかもしれないし。ああ。確かにね。渋い。横棒一本パンって書いてあって。これは綺麗に書ければかっこいいな。でも、ダセイ1ってあるからさ。あるよ。ちょっと斜めになっちゃってるとかさ。絶対もやしみたいになるもん。ダセイ1もまああるかもな。確かに。うん。いや、1絶対むずいよ。いや、むずい。逆にそういう簡単なやつほど多分むずい。うん。いや、そこ行ってほしいな。ちょっと1行ってほしいね。1。めっちゃ練習した1。綺麗に。そうだね。行ってほしいよ。1にしましょう、じゃあ。1過去殺し屋1、うん、そう、その1、1、続きまして、はい、はい、童貞剛さん、男性の方。童貞が来たな。童貞が来た、童貞が来たみんな童貞が来たぞ。童貞が来たぞ。三四郎さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと相談があります。あれ、童貞の絶対童貞に関することだ。絶対そうだよ。これ難しいんだよな、その相談。そうだね。こいつ何言ってんの。それは最近モテないということです。いや、お前ずっとモテてないぞ多分。ちょっと強くなってんなよ。なんでお前最近だと思ってんだか教えねえけど。ちょっとずっとモテてないぞお前。言っとくけど。最近彼女いないんですよねみたいな。何言ってんだお前、ずっとモテてないの。なるほどね。大学に入って2年目の私ですが、うん、周りの男友達が環境になり始め、うん、彼女を作り出し、うん、童貞いじりを始め出したことに焦りを感じています。おー、なんかちょっと周りはそういうちょっと経験済ませたりなんかしていじられ始めちゃったってことか。どうなのみたいな。なるほどなるほど。あ、なるほど。それはちょっと確かに焦るかも。うん、根っからの負けず嫌いの私は、うん、それがちょっと悔しいです。うん、なぜ彼女ができないのか考えました。うん、お、その結果原因の一つに気がつきました。お、気づいたの。お、気づくんだ。それはマスクです。ん、あ、顔がちゃんと見えてない。マスクをしてるから、大学の授業の一環で今自分がどんな表情をしてるのか動画を撮ってみようというものがあり、うん、ほうほう、自分を見ました。うん、全く目が笑っていません。ああ、そういうこと。そういうことか。まあ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 、一応ね、話聞いていこう。その授業では初めて話す人とコミュニケーションを取る授業があり、うんうんうん、これが難しくも意外と楽しく感じていました。うんうんうん、うん、しかし、うんうん、その楽しいという感情とか表情が目に現れておらず、
あ、軽そうな顔になってしまっています。なるほど、おお、なるほどな。これのせいで絶対彼女ができてません。あ、すごい自信だな。そこに確定したわ。このせいでエッチもできないです。どうしたらいいでしょうか。さ、そこなのかな。まあまああるとは思うけど、いや、まあまあまあ、そうだね、ゼロではないだろう、ゼロではないと。やっぱ第一印象でね、目を洗ってねえなとかになるとあれだけど、怖いなって思われちゃってる可能性はあるけど、うん、そうね、どこだけかい。マスクってでも表情って結構難しいよね。まあ、むずいよね。あんまほぼまあまあ、うん、目だけでどうなんだろう、うん、まあ、伝わりにくいよね、うん、どうしたってね、うんうん。でも条件は他と一緒なわけでしょ。そうそうそう、みんなもしてんの。一緒なんですよ。みんなもマスクしてんの。そう。となるとマスクじゃねえんじゃねえかな。そうなんですよ、うん、条件一緒でスタートしちゃってるからさ。うん。いや他の人はだから表情豊か、あの目の部分がすごい笑ってるみたいな。なるほどなるほど。こともあるのかもしれない。そうなのかな。あ、じゃあ透明のやつすりゃいいじゃん。よく。あの芸能人がロケに行くときに全然意味ねえって言われてるようなやつ。ちょっと浮いてるようなやつ。そうそう、浮いてるやつ。はいはい、時々本当に離れてる人とかいる。ああ、いるいる。フェイスガードね。フェイスガード。フェイスシールド。それにそれで来たら俺ちょっとびっくりしちゃうな。でも逆にね。なんでそれなの。結構目立つよあれ。なんでそれで来たの。パッと見してねえな。ロケの思うみたいな。でも童貞いじりなんて俺されてたけど、あ、楽しかったけどね、うんうん、あんま慌ててなかったもんね。俺慌ててなかったね。俺結構そのクラスで、うん、童貞な、そうだね、まあ、俺の友達は大体もう童貞じゃなかったのよ。で、それいくつの話してんの。高校生の時とかかな。ああ、高校生の時にそんな話してるんだね。うん、え、そうそうそう。でも周りはもう結構彼女もできてみたいな。まあよそはよそだから、そう感じで、うん、でもまあ結局俺捨てたのは全然持った後だし。うん、まあでも大学生だからね。あ、まあまあまあ、この人はもうちょっと行った時だからね。そんな焦ってなかったね。形超えても、うん。でも負けず嫌いだからこの人。あ、なるほどね。そういうことなのよ。どうなんだろうな。楽しんでた方だったな。それを楽しむっていうのもちょっとよくわかんないけど、なんかいや周りがそのいじってんのが楽しそうだったから、うんうん、うん、あ、なんかこれで笑ってくれてんならいいやみたいなぐらいだったかな。だって俺のためになんか政治童貞を卒業させる会みたいな。何その会。なんかそういうの、そういうのあるよな。会みたいな。聞いたことあるわ、そういう。なんか別になんか特別それで何かが行われたわけじゃないんだけど、うん、ちょっと今なんか鉄塔さんのなんかに引っかかったぞ。いやいやいや、大丈夫大丈夫。でもクラスでそういう人たちいたわ。そうそうそう、盛り上がってる人たち。そう、盛り上がって、でそれはなんかその後ろのなんか掲示板かなんかに紙で貼っとくみたいな。わあ、すげえ。うん、あったけどね。俺その時知らないな。いや、いたいた、お前も。え、俺いたの。なんならお前もそのうちの一人だったはず。うわあ、いじってた方だ。うん、フェイザンなんてもう早々に亡くなってたから。早々に、そう、亡くなってるからね。ね、そうか、なくなってたんか。早かったから。やりち、クソやりちん、クソ野郎だったんでしょ。いや、もう有名でしたから。うん。うん、いや。チンコが歩いてるってよく噂されてたもんな。いや。妖怪の意義だよ、ね。妖怪チンポだもんね。妖怪チンポ。チンポっていう妖怪だったもんね。本当実際にいたでしょ、鬼太郎かなんかのやつ。そうそうそう。うん。あれ、ペイさんのことだもんな。そうだね。あれ、そうだったんか。あれ、そう。あれ俺だったんか。うん、お前のそのうちの一人だった。そのうちの一人だった、うん。いじってたんだ、じゃあ。楽しくね。チンポと同じようにいじってた。いや、チンポをいじってたのはドンさんだけどね。そうだよ。あ、俺か。テイさんは必要ないから。うん、そうよ。うん、そういう意味では妖怪チンポはドンさんだったかもしれない。うん、うん、そういう意味ではね。そう。俺だった。
俺一人あれだからね、付き合ったことないからね、高校生の時は。その時はね。そうか、そうよ。そうだよ。だから別に別にチンポが悪いしたわけじゃないんだよ。別に俺はちゃんとしてたんよ。そこは勘違いしないで。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、なるほどね。そうか。なんまあでも確かに高校と大学だとちょっと話が変わってくるな。まあまあ確かにちょっと違う、ね、ちょっと話が違うな。なんかやっぱもっと大人ですみたいなね感じ出てるからね、うん。大学の雰囲気がいまいち分かってないんだけど。その俺とドンさんは大学行ってないからさ。うんうん、やっぱ多分ペイさんは行きましたみたいな口ぶりで言ってたけど今俺が何つってた？ドンさんは行ってないからさ。あ、いやドンさんと俺とドンさんはね、うん、あ、なるほどね、はいはいはい、そう行ってないから分かんないね。まあでも大学やっぱ高校と全然雰囲気違うよね。なんかね、実際多分中身はほぼ変わってないとは思うのよ実際ね、うん、大学だって結局のところ、うん、でも、うん、周りがなんかやっぱこうちょっと大人になろうみたいな、はいはいはい、全員要は私服だしさ、あ、毎日な。そう。で、バイトとかしながらっていう人もいるし、なんか将来見据えながらみたいな、そのもうちょっと中途半端な時期になるから、うん、よりなんかこう大人感みたいなので、確かに。だから、恥ずかしいよみたいなの方がちょっと強くなっちゃうかもしれない。あ、そういう感じ。確かに精神面的にも変わってるかもな。高校の時と。高校だとまあさ、別に逆にいい、うん、いいじゃんっていう感じ、うんうんうん、それでも。うん、でも、それがちょっと薄れる確かに、かもしれないね。そうかもしれないな。人によっては。うん、だとは思うわ。なるほど。だからもう マスクを面白くするしかないよね。でもね、なんか絵描くとか毎日違う絵描いていこうよ。あそれは今多分3人とも同じ絵浮かんだんじゃないかな。そうだね。そうだね。あれ描いちゃったよ。うん。ゾウさんっぽいの。描いてたな今。描いてたわ。そうだね。うん、童貞じゃないよって。そうだね。なるほどね。もう無理だよね。そうしたら無理。したら無理か。無理だな。うん。もっと無理になるかな。もっと無理。近寄らねえだろうな。そうだね。うん。なんか書いてある。まあでもマスクじゃないかもしんないなっていうこともちょっと考えながら生活するのがいいんじゃないかな。いや、そうだと思います。ね、うん、ひょっとして、マスク以外にも何か。何かある。何かあるかもよ。何かあるよね、探してもうちょっと探してみる、時間かけてね。うん。どうしましょう。さて、では、この辺にしとこうかな、今日は。はい。はい。はい、動画見てる方、下の方にあります番組説明、概要欄、すべてのお便りはこちらというところからメール送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。何かございますか？お知らせ的なことですか？ええー、そういう話になってきます。なんかありましたっけね。まあ、特には、特にはうん、ないかな、ございませぬ。はい。はい。それでは、三人称雑談第355回は以上となります。はい。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。